ウルトラマンコスモスとコンピューターを使ったり、アルファベットのカードで遊んだりするお話だよ。このお話で遊ぶ？よし、それじゃあ始めよう。いや、みんな元気にしてるかな？今、ちょっとコンピューターを見ていたんだ。君も一緒に遊ぼう。さあ、ウルトラマンコスモスと一緒にコンピューターで遊んでみよう。このコンピューターでは英語の文字を見ることができるぞ。それじゃあ、コンピューターの使い方を説明しよう。文字が次々と流れていくぞ。さあ、丸ボタンを押してみよう。 F Fish。 ほら、このように英語の文字と絵が出てくるんだ。 A から Z までのいろんなものが出てくるぞ。どんなものが出てくるかな。さあ、丸ボタンを押して選んでみよう。見るのをやめたいときは×ボタンを押すんだよ。J Japan。 O Orange。 T Tree。 Y Yacht。C Car。 英語って面白いね。見るのをやめるのかい？面白かったね。また遊ぼう。面白かったかい？そうだ。この部屋にあるものを英語ではなんて言うのかな？今度はいろんなものを英語で紹介しよう。例えば、これは鈴だね。よし、早速コンピューターで調べてみよう。Bell。 なるほど、英語ではそう言うんだね。よし、君も一緒にもっとよく調べてみよう。三角四角ボタンで選んで、丸ボタンで決めよう。見るのをやめたいときは×ボタンを押すんだよ。これは時計だね。よし、早速コンピューターで調べてみよう。Watch。 三角四角ボタンで選んで、丸ボタンで決めよう。これは太鼓だね。よし、早速コンピューターで調べてみよう。 Drum。 三角四角ボタンで選んで、丸ボタンで決めよう。これは長靴だね。よし、早速コンピューターで調べてみよう。Boots。 三角四角ボタンで選んで、見るのをやめるのかい？また今度にするんだね。どうかな？海の向こうではたくさんの人が英語でお話ししてるんだよ。君もいつか英語でお話しできるようになるかもしれないね。今度、君も友達に英語でいろんなものを紹介してみよう。
いろんなものがあったね。さあ、今度はカードで遊んでみよう。ルールは簡単だ。ちょっとやってみよう。まず、コンピューターが英語の文字を読むんだ。 A。 ほら、2つのカードが出てきたぞ。さっきコンピューターが読んだ文字はどっちだろう。この場合は三角ボタンだ。ほら、カードが取れるぞ。私とどっちがいっぱい取れるかな。じゃあ早速始めるぞ。よーい、スタート。 C。 あ、しまった。 Z。 三角四角ボタンのどちらかを選ぶ。よし。 C。 あ、しまった。 D。 あ、しまった。 J。 さ、いや、それじゃないよ。正解はこっちだね。V。 三角。あ、しまった。君にはかなわないな。さすがは真の勇者だ。君も英語が楽しくなってきたかな。英語の文字はここで遊びながらいつでも覚えられるぞ。また一緒に遊ぼう。どうしたんだ？ウルトラマンコスモス、英語で私と勝負だ。何？カオスバグが挑戦してきたぞ。この私の出した質問に答えられるかな？もちろんだ。さあ、私と一緒に答えを考えよう。分かったら丸ボタンを押してくれ。丸ボタンを押すと2つの言葉が出てくる。正しい方を選ぼう。分からない時でも私が代わりに答えるぞ。では行くぞ。ファイト。これは何だ。そうだ、それは鉛筆だ。そうだ、よく教えてくれたね。しまった。よし、どうだカオスバグ。まだ終わりではないぞ。次はどうだ。これは何だ。分かったら丸ボタンを押してくれ。分かったら、ま、それは時計だ。正解だ。もう降参かカオスバグ。私は負けんぞ、ウルトラマンコスモス。これは何だ。違うな。それはリンゴだ。どうだカオスバグ。私の負けだ。やったな。
君と私の勝利だ。やめるんだね。またよろしく頼むぞ。